人牛児ゆうタと平野市用、シンガポールの楽しい冒険。ファンから絶賛の声。元キング・アンドプスのメンバーで、新しいユニット、ナンバーアイ、ナンバーアイ、を結成した人牛ジユう二26が、彼の友人である平野市二26と一緒にシンガポールでの楽しい冒険を共有し、ファンから多くの絶賛を受けています。 神宮寺ユー太は自身のインスタグラムを通じてシンガポールでの素敵な瞬間をフォロワーたちと共有しました。神宮寺ユー太はシンガポール旅行についての投稿を3日までに更新しました。その中でシンガポールにしようと行ってきました。久しぶりの海外楽しかったので写真載せていくね。 と述べ、シンガポールの高級リゾートであるマリーナベイサンズの美しい背景を持つ写真をアップしました。これに続いて、彼はシンガポール名物のカニ料理の前で紙エプロンを身につけ、ポーズを決めた写真も共有しました。彼の投稿には多くのフォロワーから絶賛のコメントが寄せられ、ファンたちからの愛情が溢れました。コメントには、ライベートで息抜きできているみたいで嬉しい。 カニに添えている手が可愛らしいです。素敵な写真、ありがとう。またまた癒される、イケメンにが最高のロケーションで幸せです。本当にかっこいいしかわいい。シンガポールって綺麗。ジンジュんジ君、シオ君のカニポーズかわいい。といった感想が寄せられています。 シンガポール旅行は、神宮寺ゆ太と平野耀にとって特別な時間となったようで、その魅力について詳しく探ってみましょう。神宮寺ゆ太と平野耀のシンガポール冒険神宮寺ゆ太と平野耀は多くのファンから支持されているキング・アンドプスのメンバーとして、日本国内外で数多くの活動をしてきました。 その中でも彼らの友情や絆が深まっていることはファンにとって特に魅力的な要素の一つです。このシンガポール旅行も彼らの友情を強調し楽しい瞬間を共有する良い機会となりました。シンガポールは美しい自然景観、高級リゾート、美味しい料理、文化的な魅力など魅力的な要素がたくさん詰まった場所として知られています。 神宮寺雄太と平野紫洋がこの素晴らしい場所で楽しむ姿は多くのファンにとっても魅力的でした。特にマリーナ・ベイサンズという高級リゾートでの写真はその美しさが際立っており多くの注目を浴びました。 また、シンガポール名物のカニ料理を前にポーズを決める姿もファンにとっては可愛らしさ溢れる瞬間であり、神宮寺ゆうタと平野耀の親密な友情を感じさせます。この投稿からは彼らの楽しい冒険が伝わってきます。ファンの反応神宮寺ゆうタと平野耀のシンガポール旅行についての投稿はファンから多くの愛情を受けました。 フォロワーたちは彼らのリラックスした様子や楽しい瞬間を共感し、コメントでそれを表現しました。ライベートで息抜きできてるみたいで嬉しい。カニに添えている手が可愛らしいです。素敵な写真、ありがとう。またまた癒される、イケメンにが最高のロケーションで幸せです。本当にかっこいいしかわいい。シンガポールって綺麗。ジンジュん、ジ君、シオんのカニポーズ可愛い。 これらのコメントからファンは神宮寺ゆうタと平野潮が楽しい時間を過ごし、その様子を共有することを喜んでいることが伝わってきます。神宮寺ゆうタと平野潮のシンガポール冒険は多くのファンにとって特別な瞬間となりました。 彼らの投稿からは、シンガポールの美しい景色や名物料理を楽しみながら、彼らの友情と絆がより深まっていることが伝わってきます。ファンから寄せられた温かいコメントは、彼らの人気が今もなお衰えることがないことを示しています。神宮寺勇太と平野耀の今後の活躍にも期待が高まるばかりです。